レンタロウトンネルの横に、水が流れるトンネルがあるんですけど、ここちょっと入ってみます。なんか細長いんですよ、ここ。ここがどうなってるかね、ちょっと行ってみます。ちょっと行ってみようか。ちょっとね、どこから抜けてるかせめて知りたいね。だからどんどん深くなっていってる。音楽流れてる。多分ここをね、こう繋がってんだよ。あ、すごい。あ、センサーによってあれか、これ違うんだね。自分で操作できるわけじゃないんだ。滝蓮太郎。12歳から14歳まで滝蓮で過ごしました。すごい短いね、2年間って。でもちょっと分かんないね。でもどこまで続いてるか分かんないね、これ。ずっと続くかもしれないしね。
すぐ行けると思ったんだけどね。はい、今入った縦穴、縦長の穴なんですけど、あれですね、ここか、ここですね、ここ縦長の穴があって、で入って、結局戻ってきたんですけど、ここはね、あれですね、続いてないんですよ、ここで終わってる。で、ここね、水が流れてきてるんですよ。だからね、さっきのところがここにね、行けると思う。ずっと奥まで行きそうな気がするし、でね、水がどんどんね、水かさが増していってんのよ。だからちょっとね、引き返してきました。ちょっと危ないんでね、ていうか準備不足、そんなに深くまで入ろうと思ってますからね。はい、まあでもここ抜けるっていうのは分かりましたね。